がたくさんあるので能登といえば緑です。はい、今日は最後のステージ、皆さん一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンで皆さんにきっときた笑顔をお届けしちゃ、富山県から飛んできましたハルピョンこと橋本春菜16歳です。ありがとうございます。能登といえばイカです。はい、私はこの能登応援隊になるまでは家の冷蔵庫、冷凍庫に、うん、石川県のすごい美味しい餃子がいっぱい入ってたんですよ、うん、でも能登応援隊になって、うんうん、この前のイカレースで1位になった時に冷凍餃子をたくさんもらったら、今は餃子じゃなくてイカがたくさん入ってる状況です。いいなぁ、いいね、いい冷蔵庫だね。今度食べさせてあげる。食べたい。はい、今日も1日ラビットジャンプで頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福井県から来ました、超クレナ16歳です。超なまってるけど私の名前覚えて、クレナ。お願いします。ありがとうございます。能登といえば、オムライスです。理由は、あのオムライスのイベントの時に食べたオムライスが美味しかったこと、美味しかったからです。はい、また食べたいです。はい、今日はよろしくお願いします。イエーイ。19歳の萌えりんこと近藤萌えりです。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。私の石川県の印象じゃないわ、あれは能登丼です。能登丼、皆さん知ってますか？あ、知ってますか？そうです。ね、昨日もね、イメージキャラクター、かわいい、すっごい可愛い黄色いね、大きいよね、すごく。あ、いる。で、あそこにも能登の、ね、ハートもついてるし、すごくかわいいです。はい、皆さん、今日は石川ここで最後なので、皆さんもっともっと盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、みんなのハートをとっちゃう、とっちゃう。はい、東京出身のゆゆいこと小栗ゆいです。よろしくお願いします。私は能登といえば能登丼です。あ、ちょっと能登丼食べる方の能登丼です。皆さんもぜひ食べてみてください。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ここに挟むのは塩味。あなたの心に挟むのは塩味。新潟県から来ました、醤油こと佐藤醤油です。よろしくお願いします。能登といえばなんですけど、さっきちょっと言った能登のキャッチフレーズを覚えてるかな、やっていただけたら嬉しいです。大切なことを書き留めるのは能登、ここは能登。ということで、以上の6人、能登応援隊よろしくお願いします。はい、そして続いて、2曲続けて聴いていただきます。おいで。それでは、この曲からです。どうぞ。